今回は、サントリーの大人気で入手困難な、白州でございます。山崎と同じく、1ヶ月ほど前にコンビニで購入しました。シングルモルトウイスキー。原材料、モルト。アルコール度数、43%。内容量、700ml。希望小売価格、4500円。税別。アマゾン価格、11,500円。それでは、早速飲んでいきたいと思います。ちなみに、白州は初めて飲みます。香りは、今まで飲んだのとは違います。色は、薄めの黄色といった感じでしょうか。香りは、アルコール感はそこそこあります。酸味のある青リンゴや、マスカットな感じと、薬品のような感じもあります。味は、口当たりは薬品のような感じ。その後、爽やかな青リンゴ感。そして、口の中をまとわりつくような感じが、強く長く続きます。なんと表現したらいいのやら。最後は苦味、渋みで切れていきます。今度は、ロックで飲んでみます。アルコール感が弱くなったけど、甘み、まとわりつくような感じはそのまま。最後に、水割りでいただきます。まとわりつくような感じはなくなりました。甘みもあります。全体の印象としては、林や森の感じで緑を感じます。草原のような爽やかさより葉、やや湿度のあり、生気感があります。今までに味わったことのない、不思議な感じですが、美味しいです。日本の法律でウイスキーとは、酒税法で定義されています。第1章、第3条、15です。い、がモルト、ロ、がグレイン。派では、90% 未満の、スピリッツなどの添加を、認めています。さらに、国内でボトルに詰めると、国内製造となるそうでして、海外から原酒、バルク原酒、を輸入し、ボトルに詰めて、ジャパニーズウイスキーとして、輸出することも行われているようです。このままでは、ジャパニーズウイスキーの信頼がなくなるということで、ほとんどの製造者が加盟している、日本洋酒酒造組合が、実施基準を定めました。スピリッツ添加、輸入したバルク原酒は防げそう。さらに、このような制限もあります。サントリー山崎と白州ですが、ジャパニーズウイスキーと記載しています。日課は、ホームページで、このような記載をしたり、こんな記載もあります。日課は、結構、海外原酒を使用している感じですね。ただ、実施基準ですから、組合に加盟していなければ関係ありません。なので、結構やりたい放題ですね。ワインも同じような状況でしたが、2018年に法整備しました。
ウイスキーも同様に法整備してほしいものです。